はい、こんにちは、ボツマンです。今日もクロコノバスケ SR やっていきたいと思います。そして、ついにゾーン青峰、のスキル情報出ましたので、これを皆様と一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ということで、今さっきチラッと見たんですけどもね、まあかっこいいですね。やっぱりこれバーストなんかな。ちょっと一見ボタン見た感じ、バーストが2個あって、なんかね、まあちょっと移動速度、みんなちょっと青峰の移動速度が遅いって言ってた面が、まあスキルかバーストかな、どっちかによってちょっと改善されてて、まあ結構、まあコートを駆け回れるようなになってるんじゃないかなと思いますね。それをね、ちょっと一個一個見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで見ていきますか。さあ1個目、ターンダンク。はい、これね、私、前作のスマッシュダンクというゲームもやってたんですけど、まあ、そこには、このスキルがあって、まあ、前回の、普通のノーマル青峰大輝はこれがなかったんですけど、まあ、ついに、これがターンダンクがね、まあ、搭載されるんじゃないかなって、僕、ちょっとちらっと思ってたんですけど、ちゃんとね、搭載されましたと。はい。まあ、かっこいいですね。まあ、これ劇中ではね、もうダンクしようと思ってブロックされると思ったら空中で1回転してダンクと。まあシンプルにこれダブルクラッチ扱いかなと。うん。普通のダンクか、ターンして相手を受けてダンクするかな。まあおそらく2択の勝負になってくるんじゃないかなと。やっぱ2択があればね、結構いいっすよね、やっぱ。うん。はい、次。まあゾーン鏡も、キセも、まあ葉山もやっぱ最終的にね、2択なんでね、その2択が、結構やっぱ生きてくるんじゃないかなと思います。はい、次、バックダンク。これかっこいいよなでね、これ多分ね、バックダンクはね、多分おそらくどうなの、これバースト入ってる、バーストというか、これ多分おそらくゾーン状態と思うけど、ゾーン入ってる時にしか出せんのか。いや、かっこいいな。で、このゾーン入ってる時がね、なんか特殊ダッシュみたいなんで動けるよね、これ。うん。なんか、おそらくね。まあ、正確には分からんけど。で、それ、やっとるときにパスもらうと、このダンク出せるのかな？ちょっとまだ説明、詳しくまだ出てないんでね。うん。まあ、これ見た感じ、そんな感じかなとは、思いますね。はい。光ってるんでね。ちょっと待って。おい、これ若松にもこんぐらいのかっこよさ持たせろよ。なあみんな。なあ若松使いのみんな。若松も光るのはかっこいいはいいんやけど、これぐらいダイナミックにしてくれよな。ちょっと今光ったのを思い出して、その怒りが湧いてきてしまったわ。で、若松にもこんだけダイナミックでかっこいい演出にしてくれよ。スキルダンクにしてくれよな。はい、次。フック。さあ、シンプルフックシュートですね。まあ、言うなれば、水戸部のやつですね。言うなれば、水戸部のやつ。いや、これかっこよくね？じゃあ、青峰は、前回のもかっこよかったけど、やっぱかっこいいというね、かっこよさがあるっていうのがね、やっぱり青峰のいいところですよね。まあ、明石みたいにこかして、いや、これ、ちょっと待って、明石の場合はこかしてから普通にシュートやってんけど、やっぱ青峰は一味違うね。まあ、片手で投げるもんな。いや、これが青峰のいいとこやな。やっぱかっけえわ。シンプルに。やっぱ青峰大輝はこうでなくっちゃ。いいね。直感スティール。めっちゃ、ちょっと待って、ゾーン青峰だけ、ちょっと待って、スキル説明多すぎん？まあ、スティールページがあると、ブーストカット、だからこれ、だからさっき言ったバックダンクのとこで多分やってた特殊ダッシュが、多分特殊ダッシュ中にパスコースに入ると多分カットしやすいのかな、おそらく。分からん、ちょっと待って、ダッシュした後にちょっと待って、分からない、どうダッシュした後にダッシュ、スティールボタン押したら
てかこれもあったもんな、なんか青海のなんかパスカットするシーンあったな、そういえば。ちょくちょく入れて、やっぱ原作入れてくるね、いいね。あ、これパス確率じゃないんで、これ、え、パスカット押しとる、これ。ちょ待てよ、ちょ待てよ、押しとるんかな、これ。え、ちょっとちっちゃくなるってことは押しとる。ちょっと待てよ。あ、ちょっとちっちゃくなるってことは押しとるよね、これ。あ、え、じゃあこれパスコースに入ってパスボタンを押したらカットできるってこと、もしかしたら。やばない？これかな、これが特殊脱出ボタンなのかな。ちょっと待てよ、ちょっとみんなごめんね。これゾーン入っ、あ、ゾーン、あ、違う、ゾーン入ったらダッシュボタンでこれなるんや。え、ダッシュボタンなんかな、これ。ダッシュボタン押したらこれなる、あの、このダッシュになるってこと。ちょっとよくわからんけど、まあでも パスカットは狙って出せるということなのかな。やばない？うーわ、だから、いや、やばい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 。だって、この青海でなんか、やばそう、ちょっとやばそうやな。ちょっとシンプルに。めちゃくちゃ上手やな。あ、これ絶対強いわ、これ。ブロックスキルあるもんな。これはやばい。うーわ、このやっぱバーストダッシュが、あの肝になってきますね、これ。だからゾーンでこの、まあね、青峰大輝はその比類なきバスケの才能と試合への絶対的な集中力により容易にゾーン状態に入ることができる。ゾーン状態ではオフェンスの命中や移動速度が上昇とともに全てのスキルを、ああ、やっぱり強化し、より速い動作速度や新たな動作を用いることが、ああ、なるほどね。まあ、とりあえずあの特殊ダッシュが結構肝やな。あれ、ブロックでも使えるし、パスカットでも使えるし、オフェンスの攻撃の時にも使えるし、もう何でもやり放題やな、あれ。あれはやばそう。しかも、パスカットはえぐいな、あれ。あれ、ダッシュしてカットはちょっと、やばいな、さすがに。で、それがどんだけ使えるんやろな、なんか、ゾーン状態では自然に回復するエネルギーを除き、追加で得られる全てのエネルギーが直接ゾーン状態の持続時間に変化される。だからなんかあるんやろね、その持続時間が回復するキーみたいなのが。ちょっと待てよ、あのゾーン状態になんかさ、ちょっと待てよ、ちょっと一個前に戻すわ。あれ、こわ、なんかね、で、これで、ここ、シュート入れたら 2.4 秒プラスって。まあ、多分シュート入れたらゾーン時間が、まあ、どんどん長くなっていくみたいな。ブロックとかは多分リバウンドとかも入っていくんかな？アシストとか。そこはちょっとわからないんですけど、まあ、ゾーン状態がちょっと何秒かにもよるな。ちょっと、ゾーン状態の時強すぎるな、さすがに。やばいわ。いや、これ楽しみ。めっちゃかっこいいな、やっぱゾーン状態を見ね。これは楽しみやわ。うん、いや、やっぱかっこいいね。ちょっと俺もフォワードやったらな、使ってみたかったけどな。はい、まあ、これで、ゾーン青峰。まあ、あとね、まあ、あとは、まあ、言うなれば派生としては、まあ、でも、フェーパーとかはないやろな、原作に忠実にいくと。バックダンクからなんかにつなげれるとかあるんかな。まあ、でも、派生はいろいろありそうやね。サイドフックの、フックもなんか、さすがにでも、ミトベみたいに後ろに下がりながらやるのはちょっとダサい気もするけど。まあ、覚醒。いや、でもシンプルにこれだけ見ても強いな。もう覚醒でどんだけ強くなるかちょっと楽しみやな。いや、もうな、いや、いや、一番これかっけえわ。一番これ倒した後のあれかっこいいわ。ブーストカットもいいな。これが強い。
ブーストカットとブーストブロックやばいな。で言うなればブロックスキルとスティールスキルが、まあ、あれみたいなもんなんで、うん、まあこれは強いな。この速度でいくんや。ちょっと待って、ちょっと計算するか。この速度でいくなら1、2、3、3、4秒ぐらいでここやから、5秒ぐらいで、あれか、5秒ぐらいでここって考えたら、10秒、20秒、30秒、40秒、そんなことない、多すぎる、さすがに。さすがにそれは多い。今ので1、2、3、4、5、5秒ぐらいであそこやから、え、でもこのペースでいくとあれじゃない？5秒ぐらいであそこやったら40秒ぐらいない？そんなことない？40秒ぐらいない？え、長くない？1、2、3、4、5、あー、でも多分ね、10秒で4分の1な気がするよね。10秒、20秒、30秒、いや長いかもしれん。でも果たしてゾーンは、でもバーストは数値はどれぐらいで入れるのかも気になるけど、笠松とかそんなみたいにそんな短くなさそうやな、今ちょっと数えた感じ。これ楽しみやわ。はい、じゃあこれで説明終わりたいと思います。またね、出たら、まあ撮る人がいれば私の配信でもやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ということで今日は終わりたいと思います。ほな、バイバーイ。